ギノワン市、ギノワン市、ギノワン市は、沖縄本島中南部の中央に位置する市である。キャッチフレーズは、ね、縦の都市、町ギノワンで、本市の広報市の題名にもなっている。ねたてとは、おもろさう市にも表された言葉で、物事の根元、共同体の中心を意味する。沖縄本島の中部、那覇市の北東約1 0トルに位置する。市の中央部の大地を、 普天間飛行場、マリン港エアーステーション普天間、北部をキャンプフォスターが占める基地の町である。この二つの施設を挟むようにして、国道58号と国道330号が通っている。メイピーン部、沖縄県議のワンシアザ大戦付近地図も参照。国道58号の東側から、緩やかな大地となり、西原町と中臼区村に接する市南部から、 市東部にかけて小高い丘が点在する。市西部は東、シナ海に面し、海岸線は出入りが少なくと大浅である。その周辺の西海岸地域では、沖縄コンベンションセンターと木の湾海浜公園を中心に観光、商業地域としての発展を目指している。また、国道58号木の湾バイパス沿いには大センター、芋畑が広がっている。 ギ野湾市役所から那覇市役所までは直線距離でおよそ 10km、浦添市と沖縄市からはそれぞれおよそ 6km の距離にある。中央部アメリカ海兵隊の普天間飛行場、マリン港エアーステーション普天間、マックス普天間が占めている。面積は 4.83km で、市面積の約25%に当たる。ほとんどが民有地で土地使用の見返りとして、 約2800人の地権者へ軍用治療が支払われている。一般的には普天間基地と表記、故障されることが多い。また普天間と略称することもある。普天間は宜野湾市北東部の地名であるため飛行場の周辺住民、とりわけ地元宜野湾市民は単に基地と呼ぶことが多い。1945年、昭和20年に アメリカ陸軍工兵隊が日本本土への攻撃に備えて土地を強制摂取し飛行場を建設して以来60年以上米軍施設として使用されている。1960年昭和35年にアメリカ陸軍からアメリカ海兵隊に管理が移され、1972年昭和47年の沖縄返還の際に普天間海兵隊飛行場、 普天間陸軍補助施設、普天間海兵隊飛行場通信所が統合し、現在の普天間飛行場となった。北部。宜野湾市伊佐と北中城すく村、私口を結ぶ沖縄県道81号宜野湾北中城線を東西軸とする。県道81号の北側では、沖縄市、茶丹町、北中城村にもまたがるキャンプホスターが占めており、 市内での面積は1 6トルとなっている。上記の中央部同様、土地使用の見返りとして、知見者へ軍用治療が支払われている。キャンプフォスターの普天間ハウジング地区には、キャンプ加え、キャンプレスターにある、沖縄海軍病院、在沖縄アメリカ海軍病院が移転する予定がある。北東部、市の行政の中心地、ノワン市役所、ノワン市、 第2庁舎、消防本部、水道局、宜野湾市民会館などがある。東部、那覇市と沖縄市を結ぶ国道330号を軸とする。島市から野笠にかけての約 4km の国道330号沿いには30余りの自動車販売業者が点在し、そのほとんどが中古車販売店であることから、宜野湾中古車街、 中古車街道とと呼ばれることもある。こもあ南西部、かかず地域の丘陵、かかず高台、かかず高地周辺は、沖縄戦で最大の激戦地となった、詳細は、かかずの戦いを参照。現在は、かかず高台公園として整備されている。高台頂上の地球を模した展望台からは、普天間飛行場を一望でき、景観が抜群であるために報道機関の取材や、 反戦教育などによく利用されている。閣僚、国会議員などが沖縄を訪れる際にもここから普天間飛行場の状況を視察することが多い。また、アメリカ総領事公邸が立地している。西部。コンベンションエリアを含む西海岸地域。沖縄の大動脈国道58号と、そのバイパス道路である、ギノワンバイパスを軸とする。ましき。 内泊地域のギノワンバイパス沿い、通称コンベンションエリアには、沖縄コンベンションセンター、ギノワン海浜公園、総合運動公園、トロピカルビーチ、海水浴場、ギノワンマリーナ、ギノワン港、ラグナガーデンホテル、全日空ホテルズなど様々な施設が集積しており、那覇市の大野山町と並んで、沖縄県のイベントの中心地的な役割を担っている。 有名アーティストのコンサートは、コンベンションエリアで行われることが多い。また、ギノワン海浜公園内のスポーツ施設群は、プロ野球の横浜 DNA ベイスターズが、春季、秋季のキャンプ地として使用ている。さらなる発展を目指して、ギノワン市は観光関連企業の誘致を行っており、過去には、プリンスホテルや DFS ギャラリーや沖縄の建設計画があった。現在は、 インターコンチネンタル、東京米を運営する、ホスピタリティネットワーク社、サイバーファームの子会社サイオン、不動産業のジョイントコーポレーション、ボーリングアミューズメント企業のラウンドワン進出が決定し、沖縄インターコンチネンタルホテル、歌唱や、沖縄儀の安米リゾート計画などの開発が予定されている。大戦地域は豊富な湧き水を利用した、タイも、幸いが盛んで、 国道58号とギノワンバイパスの間には、大芋畑、大仙台芋畑が広がっている。北から時計回り、町村は中上郡、ギノワン市、西原町、中城村で、任意合併協議会を設立したが合併には至らず、解散。沖縄県は、ギノワン市、中城村、北中城村の枠組みを提唱している。ギノワン市では、一部の区域で、 住居表示に関する法律に基づく住居表示が実施されている。海派別構成、常任委員会、特別委員会、衛生、沖縄市、宜野湾市、茶壇町の西一町で、倉浜衛生施設組合を組織し、沖縄市朝倉敷152番地にゴミ処理施設を有している。国内昭和60年4月姉妹として、京、太平洋戦争中に、普天間、 ギノワン・湾、かずの3国民学校の学童が疎開した町である。海外平成7年11月有効と市定計。昭和61年に、職員野球チームが、アモイ市で有効親善試合をしたのが始まりである。農業漁業、基地不動産業は、本市においては活発である。地域の中央部と北部のかなりの面積を、普天間飛行場。 マリンコーエアーステーション普天間及びキャンプフォスター、キャンプフォスター等としてアメリカ海兵隊へ賃貸し、市民らの不動産収入となっている。ギノワン郵便局が市内全域の集配を担当する。無集配局、ショッピングセンター、老人福祉施設、障害者福祉施設、児童福祉施設、保育所。2004年4月1日時点で公立保育園が3カ所。 認可保育園が10カ所、認可外保育園が54カ所ある。ギノワン市は教育行政に力を入れている。そのため、美術館、博物館、図書館をはじめ、IT 時代に先駆けギノワンベイサイド情報センターをオープンした。市内には鉄道は運行しておらず、駅なども存在しない。最も市内から近い駅は、沖縄都市モノレール線の小島駅であるが、 那覇市内にあり、かなりの距離がある。また、鉄道駅が存在しない、自治体としては、人口密度が全国で最も高い。かつては、隣の浦添市が人口密度を上回っていたが、沖縄都市モノレールの鉄道駅が設置されたため、下記、路線バスの項目に解説する通り、市内各地へ通ずる路線バスが多数運行されている。第二次世界大戦以前は、 沖縄県営鉄道カでナ線という、軽便鉄道線が通っていた。この線は、ガソリンタンク車爆発炎上により、普通となり、戦後も復旧せず、1945年休止、事実上廃止され、現存しない。通称は、軽便、軽便、軽便。儀の湾市内には、大蛇名駅、正式停車場、大仙駅があった。琉球バス交通、沖縄バス。 那覇バス、東洋バス、ヤンバル急行バスの5社が市内を運行しており、一般道経由の路線バスと、沖縄自動車道経由の高速バスがある。ギノワン市内は、那覇市内中、北部間を結ぶほとんどの路線の通過地点となっており、国道58号、330号を中心に、かなりの数の路線が運行している。また、琉球バス交通と沖縄バスが市内に出張所、 駐車場を構えており、市内を奇襲点とする路線も多い。本市内には鉄道路線はないため、市内への公共交通によるアクセスはもっぱら、路線バスを利用することになる。宜野安市内の路線バスは、那覇バースターミナルを中心に運行されているが、200番内の系統は、おもろ町駅前広場を起点としており、沖縄都市モノレール線との乗り換えが可能である。 それ以外にも沖縄都市モノレール線の駅で乗り換えられる路線がある。琉球バス交通の一部の路線が2006年2月20日より、那覇バスターミナルから富城市、ガナハまで延長された。また、99番アメクシント新線は2006年9月1日より、那覇空港から那覇市区市3丁目まで延長れたが、2008年10月8日より、 再び空港起点に戻った経緯がある。また、中条村コミュニティバス、小三丸バスが、宜野湾市内の普天間流棒と中部商業高校前に乗り入れている。下表の運行会社の、琉球は、琉球バス交通の路線、沖縄は、沖縄バスの路線、那覇は、那覇バスの路線、東洋は、東洋バスの路線、複数表記は共同運行路線。 BT イコールバスターミナル。上記のほか、以下の空港リムジンバスが、那覇空港とギノワン市内のリゾートホテルを結んで、運行される。毎年、夏には、ゴロモ祭りが開催され、花火大会などが催される。名所ホテル、ギノワン市西海岸地域に、大手ホテルのプリンスホテルが、進出予定だったが2005年に進出断念。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。